こんにちは、今日日曜日ですって。撮影してきました。殴らします。一緒に考えよ、考えよ。いけた。だからメイクがね、とんでもなく薄くてごめんなさい。なんだ、アイラインも持ってくるの忘れちゃって、眉ペンとリップとグロスと涙袋のやつしかなかった。それでなんとか、ほらここも涙袋のやつで引いたんですけど。こんにちは。ナングラ今日までなんです。実はお題むずいよな。あれ動画ですか、お題って。お題動画、あれゴロゴロするわ。前髪もちょっとくしゃ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 かも、ごめん。ナングラなんやっけ、そのたまやに変わるお題を動画、マジかやばい、わかんない。動画 NG なんです、人生のうちに。冗談なんですけど、動画か、何にしようかな。まあ言えば、ちょっと考えよう。なんかパン買って、うーパンとかしようと思ってたんですけど、パン買うの忘れちゃった。パン買ってこようかな今から。それでいいかな、パン買って。私パン好きなんで、それでいいと思う。ふざけすぎ。パン買いに行かな。でもその代わり日曜日は空いてると思うけど、パン屋さんでパン買って、うーいや、それでいいやん。パン買いに行くわ。ちょ、行ってきていいですか今から。もう配信終わっちゃうことになるけど、どうしようかな。え、それにするわ。お疲れ様です。それにしてもいい？ちょっと買いに行くわ。はい、決まりました。昨日の夜ずっと寝ながら考えてたんです。何しようと思って、たまやに変わるやつ、なんかうわ、なんか可愛いこともできへんし、おもろいことも思いつかんしとか思って、花火やし、パンにします。じゃあパン買ってくるわ。で動画撮るわ。 TikTok もね、撮りだめしとかないと。ちょっと撮れない日とかもあるはずなので、撮りだめしとかないと。マジ今日可愛い、いつも可愛いちゃうんかい。おいおい、褒めてくれよ。でもキレートレモンのむくみ取れるドリンクをコンビニで買って、朝今日めっちゃ朝早くて、もう5時半起きです。起きれなかった、起きれたけど5時半に起きて、でコンビニ行ったんですよ、駅ので。寝たから目ゴロゴロする、コンタクト乾いて。でそのコンビニでキレートレモンのむくみのやつ買ったんですけど、私ちょっと一口飲んで、で寝たんですよ車で、歯医者で寝て移動時間中に。でそのレジ袋の袋入れて、メイク終わって開けてみたらこぼれてました、全部。もう半分以上なくなってた。蓋がちゃんと閉まってなくて、こう斜めになって蓋が閉まってて、最悪。一口しか飲んでないのにほぼほぼこぼれてた。でもむくみ取れてる、一口飲んだだけでも。私もここのね、この顔の輪郭めっちゃ嫌いなんです。笑った時にここめっちゃ嫌。なんかもうほんまに嫌すぎて、もうずっとコンプレックスで、ずっとねここの顔ゴリゴリしたりとかいろいろやってるんですけど、取れへんから、ちょっと誰か取ってくれへん。誰か取ってくれん。目かゆ、ちょっと目こするかも、ごめん。目こするの嫌いな人は見ないでください。キラキラいっぱい、キラキラついてる。あ、お疲れ様です。ショールームでナングラしてます。うん、あ、動画撮るの忘れてた。あ、ぜひぜひ撮ってください。そうなんですよ、だからぜひ。あ、ちょっと飲んでくださいね。うんうん、そうや、今日の8時半朝の8時半頃に NMB の公式 TikTok でね、渚最高の動画が上がってたらしいので、とマネージャーさんから教えていただきました。ぜひ皆さん見てください。
土日、平日やと通勤時間とかなんですけど、今日日曜日なのでみんな寝てたかもしれないですね。8時半ってみんな通勤時間何時ですか？皆さん寝たい。うわ、何時ですか？ぜひ、そう、まいちゃんと TikTok 踊りました。ちゃんと2番まで、じゃ1サビの2回し目もちゃんと踊りましたよ。ぜひ見てください。まあ、なんぼら決まったし、パン買いに行くのがちょっとめんどくさいな。どうしよっかな。ぼちぼち7分しか経ってない。どうしよう、怒られるかな。うわ、振り起こししないとダメなんですけど、舞ちゃんとアンジュと舞ちゃんたちのダンスユニットの冠ライブがあるじゃないですか。見学行きたいですね。楽しみ。いろいろ舞ちゃんたちから話は聞くんですけど、めっちゃ面白そうで。終わろっかな。どうしよっかな。花火や、すごっ。え、すごっ、そういうことか。ありがとうございますね。バグや。ランキング変わったら、うわ、読みます。アンダーメンバーじゃないですよ。アンダーメンバーじゃないですよ。どういうこと？アンダーメンバーって。そう、新しい猫増えたんです、うちに。めっちゃ可愛くて、アイスって言うんですけど、めっちゃちっちゃい、可愛い。そう、ちっちゃくて、やっぱ子猫って。だからうちの13年目とかの猫がいるんですけど、その子がちっちゃいと思ってたけど、ちゃんと大きく育ってたんやなって安心しました。よかった。で、耳柔らかい。みんなそんなもんか。日曜日、今日みんな何してました？日曜日。何ですかそれ？隠そう。え？サル！画質いい。流れてきたんですか？かわいい。小猿。ちいさんが小猿見せてきてくださいました。かわいい。でもちっちゃいの可愛いんですよ。子犬も子猫も赤ちゃんは可愛い。癒されてる。抱きしめたい。抱きしめていいですよ。え、抱きしめ違う。ちっちゃいかもしれないけど、猿って何、ちっちゃい猿おる。猿とか言われた。あながち間違ってない。確かに人間は猿ですもんね。あの、多分インスタグラムで流れてきたやつ見てるっぽいです。かわいい。アンダーでもなんでもないですよ、私。ただただ舞ちゃんたちが好きやから。やし、ほんまにあかんな、もう応援してるんです。私もユニットとか素敵やなって思うけど、同期が頑張ってる姿見て、うわーって思います。ええー、なーっつって。だからただただ応援してます。ほんまに楽しみ。普通に見に行きたいですね。10月28日か。そっか、9月10月がリアルイベント。うん、違う、10月11月か。
12月がオンラインですね。今日は9期生公演ですね。メイル決してるでしょ、出てたから。ランキング変わったよね。変わってないか。変わったね。じゃあランキング読もう。あ、どうぞ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 。13位高政さん、ありがとうございます。12位ミョンさん、ありがとうございます。わ、グッズね、ありがとうございます。いろいろ出てます。今11位マルくんさん、ありがとうございます。10位鉄メガネさん、ありがとうございます。9位直行犬、お犬、ありがとうございます。8位オールドさん、ありがとうございます。7位なやさん、ありがとうございます。6位隊長さん、ありがとうございます。5位電気ビリビリさんありがとうございます。4位茶太郎さん、ありがとうございます。3位杉蔵さん、ありがとうございます。2位 PP さん、ありがとうございます。1位ひろきさん、ありがとうございます。そう、グッズ出たんで、ぜひ休戦協定の衣装と、あと白い制服衣装のグッズがね、13周年のグッズが出てるので、ぜひゲットしていただきたいです。タオルも出てました。めっちゃ可愛いから、ぜひ。じゃあ何グラ決まったんで